広島電鉄850系電車は、広島電鉄が市内線から宮島線への直通運転用車両として、1958年に導入した電車である。850型は1971年に350型と解消、改版され、全車が市内線において運用されている。宮島線と市内線との直通運転を目的として、 先行導入された5 5 0百5 5 1の運用実績を踏まえ、1958年3月に851から853の計算量が何は後期において申請された。8 5 0系の車体の設計は550型など、従来車を踏襲したが、主要機器については5 5 0百5 5 1が、加減速性能については一定以上の性能を、 備えたものの実用的な最高速度が時速5 0トル程度に止まり高速性能に難があったことを踏まえ手電動機の特性見直しなど改良が加えられたその結果本形式は設計最高速度が時速6 0トルに引き上げられ宮島線内における高速運転に対応する性能を備える車両となったもっとも 本形式の後に直通運転用車両として申請された2000系2500型と比較すると本形式は常用制度が空気制度のみであったことから高速域からの制動力不足が指摘され前景に形式の同備に伴って市内線へ転用1971年に形式も350型と改められた本形式は現在でも 宮島線への直通認可を有した状態であるものの、宮島線内に設置されている自動列車停止装置の車上装置を装備していないことから営業列車としての宮島線への入線は不可能となっている。また、本形式は広島電鉄に在籍する車両中唯一の間接非自動制御車であり、運転使用性に際して教習、試験車両としても使用される。 全長1万2 0 0 0トルの全金属製車体を採用550型に引き続いて、側面腰タブに伝承式のアクリル看板が1車両につき4箇所設けられた。この伝承式看板は、その後2000系2500型に踏襲されている。550型と異なり、正面の右、中央上部の通風口は廃止され、左側上部に、 小型の行き先表示器が設けられた。主電動機出力は5 0ットで1両あたり2機、搭載、制御装置は関節非自動加速式台車は NS-11 を装着、制動装置は SM-3 直通ブレーキを採用する。終電装置は Z 型パンタグラフではなくひし型パンタグラフを搭載する。 3 5 0系3 5 1 3 5 0系3 5 2 1958年6月より、市内線職ながら貸し切り運用で、宮島線と直通運用を開始。1962年1月の定期、直通運用開始に合わせて、オリエントピーチの地にライトベネチアンレッドの帯の直通職に変更されて、2 0 0 0系、2500型とともに直通運用に、 重等された。その後、直通車両の増備で捻出され、市内専用車両になった。八百五十型は年5月1 9 7一年五月一日付で三百五十系三百五十一から三百五十三と、改版された。これは、同時期に、神戸市交通局より譲り受けた千百系、千百五十系電車を導入する際、広島電鉄における千番台の形式は、 宮島線高床ー社の形式区分であったことから、全形に形式を850形として導入する計画があったためとされる。1975年にワンマン改造が行われ、正面中央上部に小型の行き先表示器が設けられ、従前の行き先表示器のスペースはワンマン表示に転用された。その後行き先表示器の電動、大型化が行われ、 1984年6月から7月にかけて三菱電機の直流交流変換駆動方式 CU77A 集中型で冷房改造が行われた。床下スペースの関係で500系550型と同様に補助電源の静止系インバータを屋根状に設置した。広島電鉄852号昭和41年6月。 広島市南町宮島線から撤退後、3両とも、仙台配置されて、長らく1.3、5号線で使われてきたが2020年5月下旬より353号、6月中旬より351号が、江ワへ転属して朝ラッシュ時に主に8号線で運用されている。しかし使われているのは353号のみで、351号は使用されていない。 ありがとうございます。